大門引山祭りは、富山県伊水市大門地区にて、毎年10月第2日曜日に行われる、明治時代初めより続く、大門神社、琵琶湖神社の周期祭礼で、4期の引山が引き回され、夜には、朝鎮山となる。かつては10月21日に行われていたが、祭礼を取り行う人手確保のため2001年より、現在の日程となった。 4基の引山が大門の市街地を拡張揃いの発揮姿の若手によって引き回される。1868年に高岡五社さんに習って創設されたのが始まりと言われるが、1870年とも言われ正確には分かっていない。創設時には町の西部を流れる一級河川小川右岸の田町、中町、西町、左岸のびわ首、 河原町の五町が引山を引いていたが、小川砂岩にあった河原町は、1900年から始まった小川拡張工事で1907年以降町自体がなくなったため、河原町の引山は、琵琶首が、琵琶首の引山は、琵琶首から、小川砂岩のレンゲ寺地区に移り住んだ60軒で引くことになった。しかし1941年以降レンゲ寺引山は、引かれなくなり、 その後蓮華自治区が高岡市に編入され、行政区が変更となったこともあり、現在4期となっている。午前10時ろに、小川右岸沿いにある大門神社でお祓いを受け、佐岸沿いにある美和久湖神社へ向かうため小川にかかる約443メートルの大門大橋を4期の引山が往復する橋渡しが見どころの一つとなっている。 この橋渡しはかなり以前より行われていたが、現在の橋が1962年に完成した際、鋼鉄のトラス構造を持つトラス橋のため、高さ調整ができるように改良した、琵琶日の引山以外は渡れなくなってしまった。しかしその後1996年には、車道橋の隣に、橋上に障害物のない幅3.5メートルの歩道橋が架けられ、 再び四季揃っての橋渡しが再開されることとなった。また夜には、超鎮山となって、夜空をほのかに染めながら引き回され、大門神社前で四季揃えの後びわ首の引き山は引き分かれ、再び橋を渡り町内に戻り、残りの三季は田町広場へと向かう。広場では三季の引き山が引き出の掛け声とともに、前輪を浮かせ五回ほどその場で回す。 午後9時以降は、それぞれの町内へ戻り町内引きを行う。4基の引山は、2005年3月25日し、指定有形民族文化財に指定された。また2006年には、と、山の文化財百選に選定されている。4基の引山は高さ約5.6メートルから7メートル、幅約2メートルで、高岡五社さんと同じように断じりに鉾柱を、 縦花傘をつけた花出しである。上山と下山の二層構造で、高羅で囲まれた上山中央の鉾柱の周りに赤、白、木三色の造花でできた菊の花ここつけた先竹36本を放射状に広げた花傘の鉾山で、鉾柱の先端には標識といわれる鉾止めがついており、王様といわれる御神体を備えている。下山には赤い横膜が張られている。 車輪は四輪の第八車用式で、夜車、または、板車だが、琵琶首の引山だけは、大きな二輪の夜車で、富山県内の引山では、高岡五車山の二番町とここ琵琶首だけである。夜には、町鎮山になるが、花傘などを取り外して何百もの上鎮で、引山上部を囲むのではなく、花山車の花傘の内側と、降欄下部に、丸型上鎮と四隅に、小田原上鎮を下げる。 なお、現在引かれていない、蓮華ゲジ引山は解体され、蓮華ゲジ、井口神社、一般の民家などに分けて保存されている。ありがとうございます。